ケキシカワールドチャンネル。起きなきゃ。3、2、1。二度寝。3、2、1。起きろおはよう。あー、ご飯あったかな。新ご飯だー。そっか、ちょっと遅く起きちゃったのな。炊いてないか。とりあえず薬飲みます。耳鼻科でもらった薬で、今ちょっとこの間のゲーム実況の動画で風邪ひいたっていう風に言ったんですけど、それで最初の方、3月の末ぐらいの時になんか雪が降って、この状態カメラ持ってちゃ水汲めないな。ちょっとこれだけ喋ってから水入れます。そうそう、なんかね、この間雪降ったじゃないですか、3月末ぐらいに。ちょっとその日に春ぼけして私薄着で家で過ごしまして、バカやね。でそれで風邪ひいたのよ。で咳めっちゃ出て、今よりひどかったんけど、で全然その他鼻水とか全然止まって、どんどん今も回復してきてはいるんだけど乾いた咳がちょっとまだ出るので、
漢方2週間分もらったんで、これで様子見ます。早く治すぞ、死んでも。洗顔して着替えたりうんぬんした後にご飯食べてようと思います。なんか作ります。なんで今こんな、今日いつも玄関に置いてる鏡なんですけど、私一番最初の動画でもちょっと話したことあったかな。私ちょっとアトピー持ちで、生まれつきやずっとちっちゃい時からアトピーで、大人になってくるにつれどんどん綺麗になってきたんですけど、でもやっぱりこの季節花粉とかがになるとスギ花粉でアトピーがすっごくひどくなっちゃうんですね、毎年毎年。それでちょっともううん、そう、全裸になって、全裸全裸ってそのまま言っちゃった。そうそう、とりあえず服脱いで全身に薬とか保湿剤とか塗って、定期的に皮膚科通って綺麗な状態をなるべく保てるようにしてます。で、着替える前に塗って、着替えも持ってきたんで、着替えバーってここでいつもお風呂の脱衣所のところなんですけど、そこでバーって脱いで、ついでにメイクもいつも、そうですね、洗面所ここですることが多いです。ごめんなさい。着替えて皮膚科の薬全身に塗ったので、あと洗顔したり歯磨いたりしていこうと思います。今日の動画すごく生活感ありふれてる。今更サングラスとかメイク動画でもすっぴん出してるしんですけどちょっと寝起きの顔がすっごいひどかったと思うんで、サングラスだけして、眉毛が、眉毛濃い、あ眉毛ちゃんと整えないと涼さんみたいになりかけて前後から顔洗ったりなんだりしてきます。よく私はモーニングルーティーンの動画とか好きで、よく YouTuber さんとかやってますけど、ちょっと見てみて、まあ結構寝起きオブスなところから始まって、結構リアルな生活感が出てるところは見どころなのかわからないけど、私の本当にいつもの普段の感じ、全然ちゃんと、でもちょっと言うと、ちゃんとメイク、今から洗顔して服ここで着替えてとかやってるのは、もう薬塗ってすぐ部屋戻っちゃったりとかするんですけど、メイクもついでにする日は、日のルーティンな時はもう全部まとめてここでガーってやって、パーマかけた髪もセットして、ちょっとそこまで今日はやってきます。歯磨き、あれ、私の醤油がない、醤油がない、あ、そうだよ、なくなったんだ、買いに行かなきゃ。じゃあ今日はシュミテクトの黒エナメル EX、 もうほとんどないけどこれ使って、今日はシナゴ、私の愛する醤油がちょっとないな、ちょっとそれはショックだけど、
と洗顔の時にはいつもこれお母さんの手作り石鹸なんですけど、こちらを使ってます。市販の何より信頼できるというか敏感肌用というか最高にいい香りするし、何の香りか分かんないけど、お母さんの手作り石鹸を使って顔洗顔してます。真っ白閉めるの忘れてた。そう、よくやるんですよね私、蓋を開けっぱなしとか、綿棒、これ綿棒なんですけど、この蓋が開けっぱなしとか、ケイちゃんちゃんと閉めてっていつもお母さんとかお父さんとか家族にね言われるというかクレームが入ります。蓋が開いてたら大体私3人だから、気をつけなきゃやばいね。しっかりしましょう、自分に言ってます。で、これいつも化粧水もお母さんが作ってるんですけど、ちょっと今なくなってきてるので精製水を使ってます。なんか本当は化粧水ってあれですよね、さっき友達のインスタライブを見たんですけど、スキンケアアドバイザーっていうね資格を持った美容のプロのお友達がいまして、その友達によるとコットンを使って肌に化粧水ちゃんと染み込ませた方がちゃんと染み込むみたいですね。手の方に染みちゃうみたいなので、コットン早く買わなきゃと思いながら、そう、その子のことを動画として話した動画が、そう、ここに出しておくんですけど、概要欄とか見てもらえたら、歯磨き粉についてやたら熱く語った動画があるんですけど、それがその子とのエピソードになるので、よかったら見てみてください。そのね、美容のプロの友達がメイク配信みたいなのをねいっぱいやってて、いっぱいじゃないか、最近始めたみたいなんですけど、うん、それでね、いろいろねこうした方がいいのかなとか、それでいろいろちょっと細かいところちゃんとケア しなきゃなと思った朝でした。眉毛剃ってたら、眉毛整えてたらめっちゃ眉毛が目に入る日、うん、また目洗わなきゃな。上の眉上の部分を剃ってたらちょっとショックなことに、私おでこの真ん中からちょっと長い透明の副毛が生えてるんですけど、それまで剃っちゃって、あ秘密にしてたのに思い切り言っちゃった、まあいいや。そう、おでこの真ん中から結構何センチかな、4センチぐらいの副毛がおでこの真ん中から透明なの本当に生えてるんですよ。でもそれまで剃っちゃった、うわーショック。まあでも毛根はずっとあるので、だから絶対に顔用の脱毛とかはしないって決めてます。でも透明だから照射しても効かないのか、黒い毛根にしか生
反応しないんですよね、永久脱毛って確か。まあじゃあずっとおばあちゃんになるまで長い4センチのふくり毛がおでこの真ん中に残ってくれてるってことね。そう信じる。化粧水を塗り終わったら眉毛も OK なんで、ちょっとだけステロイドの入った保湿剤で顔に塗って保湿していきます。ちょっともう汚くなっちゃったんですけど、そのねそのさっき言ったそのさっき言ったそのスキンケアアドバイザーの美容のプロの友達なんですけど、その子がノエビアっていうね化粧品さんの販売員さんもやってて、その子に去年の誕生日プレゼントで素敵なアイシャドウをもらいました。ちょっともう使い込んでて手垢ファンデまみれで汚いんだけど、これすごく発色が良くて色が可愛いんですよ。ノエビアアクトリスアイカラーホームグリーンのリフィールっていうのを使ってます。ね、出来上がる目元を楽しみにしててください。あ、そうね、中身鏡いろいろ映っちゃうんで上を押さえるんですけど、まだ全然なくなってない。緑とベージュの部分があって、ぼかすやつとチップがついてますね。でこのアイシャドウの色はいろいろカスタムして選べるようになってるので、概要欄載っけとくので興味持った人とかはチェックしてみてください。でそのこの動画内ではタピオカちゃんってことにしようかな。その友達なんですけど、タピオカちゃんはタピオカちゃんとかに聞けばいろいろ美容のアドバイスもらえると思うので、すごく参考になると思うんで、概要欄にタピオカちゃんのお仕事用のインスタグラムのアカウントを載っけとくのでチェックしてみてください。このアイシャドウがどれぐらい発色がいいかというと、伝わるかな。今ちょっともうアイブロウがなくなっちゃってるから、そうそう、アイシャドウを眉毛にも塗ってグリーン眉毛になってる。ちょっと自分の髪の色のこともあるので、茶色いアイブロウで上からさらにぼかしていい感じになじませようと思います。結構ほら発色いいですよ。今青い服着て青いマスクしてるから、今日はちょうどいいのではないだろうかと思いまして、そう今ね、そうここだけ上だけメイクしてます。マスクあとはするから。さてアイメイクも終わってこんな感じです。ね、アイシャドウ発色すごくいいでしょ。でね、このもうすんごい、これこうやってこう隠したら、あー全然うまくいかない。月影ちぐさみたいにもうちょっとで慣れるけど、髪が跳ねすぎてうまくいかない。セットするときはこれを使ってます。ちょっと光がめっちゃ当たって、紹介しにくいんだけど、商品名プロスタイルのくっきりウェーブアクアメイクフォームっていうのを使って髪をセットしていきます。もう結構たっぷりこんぐらい泡ができたら、もうシャワシャってやって、うわめっちゃ泡落ちた、ちょっと失敗したな。もう全体にワシャワシャってやってます。
前髪どうしようかな。前髪を伸ばすか切るかすごい悩んでて、伸ばしてちょっと大人っぽくするのもありかなって結構悩んでます。ちょっと今日眉毛太くしすぎたな眉毛がちょっと元気ですね今日。もう落ちてきちゃったからパーマ早めにかけに行きたいんですけど、コロナでこんな状況じゃ自粛、外出自粛じゃちょっとねなかなか行きにくいですけど、早く美容室行きたいなって思ってる状況です。こんな感じかな。もうなんかした方が綺麗にはなるね。うん、セットしました感ある。こんな感じです。さっき見た時何にもなかったので、とりあえずお米を炊きます。はい、研げたので炊飯、はい、 OK。 まあ私のモーニングルーティーンはこんな感じでした。バイス、見てくれてありがとうございました。俺本当に好きになったね。好きな人のために何でもできるよ。天才だよ。言ってみたいさ、そんなセリフ羨ましい。死ぬほど飲んでグレてくれまくりきったのさ。あなたに心を囚われてるのが苦しくて嫌で、それでも好き。そう口にすること、それを解釈を止める魔法の呪文。そうやって